桜坂46の公式 YouTube チャンネルにて11日、3期生となる新メンバー、遠藤理子、遠藤理子17がお披露目された。3期生は全11人、6日から同チャンネルで1人ずつ詳細なプロフィールが公開されていき、遠藤は6人目の発表となる。遠藤理子、遠藤理子、ドラムパフォーマンス披露遠藤は、埼玉県出身の17歳。 小さい頃から動物好きだと言い、犬を飼っている家によく遊びに行っていていたことを明かした。また、ドラムでグループの楽曲、なぜ恋をしてこなかったんだろう、を1ヶ月間練習し、パフォーマンスする様子も披露している。また、過去の自分を振り返る場面では、静かな子供でした、と告白。 友人に久しぶりに会った際に、笑わない子だったよね、と言われるほどだと明かし、最近は笑うことも増えて、喋ることも増えて、前よりも少しは自分のことが好きになれたなと思っています、と自身の変化を語った。 ある、さらに、これからの活動については、私みたいな子が、自分のことを見たときに、ああいう風になりたい、って憧れてくれるような存在になりたいなと思っています。と意気込み。 遠藤の迫力のあるドラムパフォーマンスや、今後の意気込みにファンからは、なぜ来いのドラム難しいのに叩けてるの本当にすごい、ほんわかした雰囲気からドラムを真剣に叩く姿のギャップが素敵、一歩踏み出した勇気に泣きそうになった、など、多くの反響が寄せられている。